かかった。来た。誘いできた。来た。お来た。お来た。お来た。よっしゃ来たよ。よ。ナイス。よっしゃ。やったー。よっしゃ。来た。よっしゃ。まあまあでかいなこれ。メジロじゃん、メジロ。いやメジロとかそういうレベルじゃないっす。マジ？サワラ？いやブリちゃうこれ。ブリ？嘘や。もうちょい。リーダー入った。でかいでかい。無理。ちょっと待ってや。釣り名人には秘密があります。それを解き明かすのがこの番組。おはようございます。今日はですね、大阪湾にこれから行ってきます。今日の、名人さんお二人お迎えしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。F5 神戸キャプテンの中島茂則です。今日はちょっと強力なスケートをお願いしてるんで来てもらってます。楽しいですね。はい、ジャッカルのニューフェイス田辺さんです。よろしくお願いします。今ご紹介いただきました田辺芳雄と申します。協力かどうかは分からないですが、中地船長に、しっかりアドバイスもらいながらいい魚しっかり釣れるように頑張ります。よろしくお願いします。船長、はい、今日は狙いは何でしょう、はい、今日は、まあ、とりあえずメインはタチウオを狙いつつ、はい、まあ、チャンスがあれば、はい、秋の大阪湾で青物も狙いたいなと思ってます。はい、めちゃめちゃ映ってるぞここ。あ、これ田辺さん入れ食いやわ多分。ほんますか。よかったよかった。いや今日いい日やわ。よかった。さすがっすね。ええ日やわ。持ってますからね中地さん。本日もいい日やわ。ここはなんていうポイントですか。まあ、スマ置きぐらいですかね。スマ置き。うん、で水深は何メートル。50からね、50前後。50前後。立ち用にしたら大阪の立ち用にしたら浅いっす。浅い。はい。行きました。この新しい点や。おこれ針を変えれるんですよ。おこんな感じで、こんな感じで、おここだけを変えれるんですよ。はい、だ針のゲームを変えたりとか、あのショートシャンクもあるんで。あ、そういうのもあるんですね。そうです。現場で針を変えれるっていうのが売りですわ。これ何グラムですか。そうですね、今は106、まだ塩がちょっと早いんで、はい、160グラムの、ジャッカルの、タイプ1ので、ホールがこうホールを落としていった時に結構こう横向いてスライドホールしてくれるんで、そこで食わしたい感じで今日はこれからちょっとやっていきます。まあ、とりあえずはまずはそこまで落とす、はい、で大体そこから10ぐらいが、まあ、魚探にもそこの方に移ってたんでメインで、場合によっちゃ20、30まで上げてくるのもありですけど、最初棚が分かんないんでちょっと早めにいろいろ探ってみます。動かし方も一番楽なのはもうこうやって3回巻いて止める、ストッパーの方。そうですね、てんやの場合はもう止めてる時に当たり出るんで。これ大きいの釣るのはてんやの方が有利だっておっしゃってましたよね。 そうですね、はい、それはどうしてなんですか。やっぱりね、ジグって針がいっぱいついてるのもあって、台から小まで全部釣れちゃうんですよね。てんやって下に、まあ基本は下に1本ボンって針あるだけなんで、はい、かかったらやっぱりでかいっす。さっき160使ってたんですけど、ちょっと130でもうちょっとゆっくりホールを、出せるように、はい、ちょっと変えてみます。はい、そこつきました。だいたい3回こうしゃくって、でホールでこう食わしたいんで、こう食わせの間を作れるような動かし方で、ちょっと当たらないんだったらちょっと早めにで、ホールだいたい3回、中島さんがさっき食わせ、あのてんやで3回巻いて止めで食わすって言ってたんですけど、それと同じでジグも3回しゃくって
でホールでここで食わしたいんですけどね。来た。僕もなんか今当たりがあったよ。でかい。指2本3本。同じ。でもおるはおるもんね。はい。棚は？棚はそこから10メーターですね。ちょっと今その棚を狙ってたんで。どういう感じで来たんですか？そうですね。3回尺ってホールを。いいサイズやん。そうですね。指2本、2、3本のアンチョビメタルのタイプ2の130g で1匹釣れました。お、今のも当たった。なんかフグみたいな当たり方やな。この間釣った 1m。かかった誘いできた来たよ。今誘ったろうと思ったらかかりましたね。だからおるんはおるんでしょうね。でもちっちゃい。これうまいことかけたやな。八尾っぽいですけどね。よいしょ、いい、来ました。あ、危ない、危ない、危ない。これ噛まれるんでね。ちょっとトラベさん大きいんじゃん、これ。あんまり変わねえ。あんまり変わねえ。どういう感じで来ましたか？あのね、まあ、当たりは全く分からなかったんですけど、誘って止めて、誘って止めて、誘ったらもうかかってたんで、多分この状態でおったんやと思いますよ。止めてる時に。で、ドーンとは来ないんですけど、この状態でおって、次誘った時にかかってた。ただ実はめちゃくちゃ僕のイワシ、てんや見られてる可能性がある。ね、やっぱそこの方でしたね。やっぱいてる棚は一緒なんでね、釣り方ちゃうけど。田辺さん、はい、おる？いないっす。ちょっと僕ら立ち位置名人ですよ。10時になった。行くわ、青物。じゃあ行きましょう。行きましょうか。今からっすね。今から、今もうこれまでなかったことやから、はい、カット、うん、カットっす。めっちゃ早起きしたのに。よっしゃ、来た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 、よっしゃ来た来た来た、よっしゃ。メジロじゃん。メジロ。いや、メジロとかそういうレベルじゃないっす、ね、マジブリちゃう、これ。ブリ、嘘や。漁港は漁師さんの仕事場、迷惑行為はやめよう。マナーも腕の内。あれ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 、やばい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 、これやばい、これやばい。これ来た、これ来た。スピニング欲しいっすね。これ来たわ。でもあのジギングやけど。よっしゃ、ナブラ発見ですか？ナブラ発見しましたね。ナブラするぐらいおるってことですもんね。まあすげえ湧いたんですけどね、一瞬。水深は24。浅っ。お、来たー。いや、違うわ。違う、ごめん、嘘でした、嘘でした。ごめんなさい。あ、なぶってるね、今、9時の方向。ほら。ほんまや。掘るで。来た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 、よっしゃ、ネットネット、オッケー、オッケーオッケー。
俺がネットする大丈夫？あ、俺中地さん、中地さん救ってください。俺行くわ、ちょっと待ってな。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。結構上でしたよ。オーケー。しかもまあまあでかいな、これ。メジロじゃん、メジロ。いや、メジロとかそういうレベルじゃないっす。マジ？サワラ？いや、ブリちゃう、これ。ブリ？嘘や。言ってもうた？そうそうそう。オーケー、オーケー、オーケー。いいサイズだな。ね。おお、でかい。あ、でもブリちゃうか、マジで。マジでブリかも。ね、ちょっとまた。ブリた。船を見て、また逃げます ね。ちょっと足、右の前に。いや、ブリったかも。結構でかかった。ブリかもしれない。よし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 。また、じらすなもうちょい。リーダー入った。もうちょい。船見たら。よし。見えた見えた、ブリでかい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 、ブリ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 、ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、ちょっと待ってや、もう一回行こう、もう一回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 行こう、いや、ちょ、そんなでかすぎるわはい、そんなでかすぎるわ、もう一回行きます、ちょ、もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行きますね、よし、入った入った、自分、もう出てきよ、よし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 、入って自分で出てきた、よっしゃよっしゃ、ありがとうございますオッケー、でかすぎやわ、やったこれ、うちのおかずにはでかすぎやこれ、ブリやわ、ブリ、まさかの、あまさかの、やったね、さすが、諦めずにやりました、いや、まさか油断してたら来ましたね、ブリ釣る頑張ったからやりました、よし、ブリしゃぶやね、今日めっちゃ重たい、これめっちゃ重たい、いや、それめっちゃ重たいね、あかん、無理無理、ちょっと上からもちょっともう一回、よし釣れたね、よかったね、あー気持ちいいこれは気持ちいい、一本太いな、どういう感じで来ましたか、そうですね、そこから7メーターぐらい、ちょっと上をちょっとまあ通常のワンピッチで誘ってたら来てくれました、このジグは何ですか、はい、ジャッカルのバンブルズジグです、の何グラム、そうですね、120グラムので、バンブルズはロンセミロングとショートの2種類ありまして、でこれはショートのタイプで、はい、なんでこのショートにしたんですか、そうですね、今ちょっと30メーター付近のまあ比較的浅いエリアで、で今、まあ、これぐらいのちょうどね、ほんとこれと同じぐらいのイワシ、釣れるハマチとかからちょうど出てくるんですよ、ですので今このね、このジグをね、セレクトさせてもらいました、マジ？今の潮でも？来た、よっしゃよっしゃ、ツバスや、来ました、120でツバスです、多分、よっしゃよっしゃ、来たか、やったわ、抜けちゃう、すくうわすくうわ、そっち行くわ、いける、はーい、よっしゃ、ツバス来たか、やった、来ましたね、来たか、やった、ツバス釣ろ、一投目ですね、一投目で行きましたね、船長がええとこ連れてきてくれましたねはい、中島さん、ここはどこですかね、ちょっとね、遠いんですけど、はい、明石海峡から西に、はい、あ、じゃあもう湾、大阪湾じゃない、まあ、播磨なんです、播磨なら、ちょっとあまりに明石がちょっと釣れないんで、はい、ちょっと一気に走ってきて、はい、また僕準備してる時にいきなり釣ったんですよ、はい、すいません、はい、いや、でも素晴らしい、ありがとうございます、はい、まあ、ちょっとね、サイズはちっちゃいけど、ね、いっぱい釣れるみたいなんで、もう来てすぐですもんね、そうですね、はい、多分連発すると思うんで、オーケー、頑張っていきましょう、逃がしちゃってもええんちゃう、かわいいし、逃がしましょう、はい、リリースしますね、さあ来い、ここで、まあ、ルアーを結び直した、そうですね、ちょっとさっきのでちょっと傷んでたんで、ちょっと結び直しましたね、気になったらやっぱり
あのよし、お、来た来た、ちょっと色変えようかな、ジグ。おー来た、あ、ついてきてた、今ついてきてますね、後ろついてきてたよ、おい、よっしゃついてきてるぐらいおるやん、すごい、カナセさん、中井さん、シルバー、シルバー貸して、シルバーにしましょう、勝手にパクるでめちゃめちゃ釣れますよついてくるぐらいおるっすよ今、でもみんな田辺さんのやつについてたんじゃん、一群れオッケー、チェイスしてたもんね、今概要に来てるみたいですよ今も30メーターから20メーターぐらい駆け上がりのとこでちょうどヒットしたんで、やっぱそこの方を食ってくんの、そうですね、あ、なんかちょっと触ったかな、もしかしたら触ったかも、あー、ダブってる、悔しい、よっしゃ、来た来た来た、おっしゃ来たよ、やったー、来たよ、すいません、お待たせしました、いたいたいた、危ない、落ちかけた、怖い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 、ネットお願いしていいですか、デカネットで、デカネットお願いしていいですか、ダメだ、はいはいはい、来たよ、めっちゃ引く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 、船見て暴れ出しました、よっしゃー、お願いします、よーし、やったー、ナイスー、イエーイ、イエーイ、いや、もうほんま、お待たせしました、ネットがちょっと張り付けコロンコロンやん太いっすよ、あの、将来的に無理っすよ、これ僕もちょっとジグの色もシルバー系にちょっと変えて、田辺さんパクって、まあ、これなんなら田辺さんのジグでカリって釣りましょうナイスフィッシュ、いやいや、まあ、これチームプレーやから、はい、そうっすね、はい、チームプレー大事っす、いや、これいいっすね、でも太ってますね、ね、よう超えとるっす、うん、僕の方が太いっすよ、おばっせ、おばっせ、今日シルバーが弱かったですね、よかったね、まあ、これ違うんですか、これね、横にグローが入ってる、グローが入ってるタイプと、で、ホログラムがちょっとこっちは筋が入ってるタイプで、さっきまで赤金使ってたんで、ね、そうですね、やっぱこれが正解です、そうだね、正解、やっぱ素直にやっぱなんか後ろでなぶるね、なんで、多分時間的に最後になります、はい、頑張りますラスト流し、お、来た、よっしゃ、来たよ、お、来た、よっしゃ、最後締めた、締めた、お、いいつますかもしれへんですよ、いや、でかいネットいらんから来ました、さっきより引きますよ、お潮に乗ってるよっしゃ、田辺さんダブルヒットしようよ、最後、ね、頑張ります、ちょっとなんか上から目線になってましたね、今ねよっしゃ、来ましたよ、ほらほら、ちょっとサイズはあんまりか、お抜きますやん、ナイスー、よっしゃー、やったー、あ、でもサイズアップしたよ ね、ちょっとサイズアップしてますね、うん、すごいすごい、おー、外れた、危ない、やりました、いい、来ました、やっぱり田辺パターンでちょっと10回ぐらいしゃくって落として繰り返しで、綺麗、ちっちゃいけどよう引くんすよ ね、元気元気、いや楽しいっすね、楽しいっすね、よっしゃ、あー来た、ちょっと待って、時間差ダブルヒット来たよ、来ました、よっしゃ、ちょっと待って、ちょっと置いとこ、置いとこ、さすが、
さすがやね。タイや。ジムタイ。嘘。タイ？タイ？あ、ネット出すよ。あ、くそ。ネット出すよ。どこどこどこ？あ、くそ。そらネット出すのに言ってよ。ごめんなさい。何やった？チヌス。あ、50センチぐらい。マジ？チヌはチヌでおもろいけど。まあまあしゃあないしゃあない。しゃあないしゃあないです。まあ面白かったです。何でも来ますね。せやね。釣り人の悪いとこでね、あのね、ネット拒否るんですよ。待っとけよかった。そうそう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はどんな感じでしたかね。まあね、基本的に太刀を狙いに行ったけど、まあ厳しかったっすよね。で、まあそこから青物バックアップでと思って行ったけど、そんな甘くはなく、はい、でもね、一発ブリ釣ってくる。なかなかね、やっぱオフショアや言うても、はい、ブリってなかなか釣れないし、特にね、赤シャ、ね、難しいんで。そうですね。で、まあね、あの、ちょっとツバス祭り的なもんも、ね、まああれが普通です。ですね、普通に、まあ、プチ入れ食いです、ね。そうです。そうですね、ライトジギング的な感じで、でね、楽しかったです。そないぶり来ないっす。あれもツバスも太ってましたね。いや、エサすごい食べたんで、はいはい、あれはあれで。そうですね。はい、いやもう本当ね、長かったですけど、はい、楽しかったですね。あっという間でした。楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。